全てなかったことにしろ。今ので燃焼終わりっすか。まずいな。でもそんなの重要ないっすよ。どっから見ても上玉だろう。マジっすか。褒められた。やった。違う、眠り病だ。僕は唐突に眠気が襲ってきて、それに逆らえないんだ。面倒なやつだな。今度はこっち。はい、あなたの健康診断書のコピー。はあ、これを見る限りそんな病気なし。さ、テストの問題を解いてください。貴様あ、え、どっ、どっ、なんだ、消えた。それは彼女の能力です。誰だ、どっから出てきた。まさかこんなハレンチな写真を念写能力で撮影して売りさばいてる犯人が弓道部の部長だなんて。写真、念写能力、うちの見せてあげよっか。おお、それは見たいのです。そこにいてね、一瞬の出来事だから。こうなった元能力者は助けるメリットもない。そんな、私たちも明日はどうなってるか分かりません。怖いこと言うなよ。言葉を選んでみてはどうですか。すまない。では戻りましょう。石森ゆさです。自分でゆさりんって言うのか。生でアイドル見るの初めです。ほんと作り物みたいに可愛いっすね。私もそこまで近づきたい。おい、こら。まあまあ、ではまずあなたの本名を教えてください。黒羽ゆさです。てめえにも聞いてねえよ。ひどいな、無理もない。あんなことを直情的にやってればな。いて。その、大丈夫か。なんか文句ありますか。見ていただけなのに。そうなんです、キリンは寝るときに首をトグロのように巻いて、ってキリンがいるんですか。えっ、おりゃあいつが行くのはヤバかと思いまして。ナイスだトモリ。でもお邪魔しますというかしてます。待て、呼んでもいないのに。え、入れ替え性かと思いまして。うわ、トモリのお姉ちゃんなのです。ほら、また会えたでしょ。ああ、もしかして今はお兄ちゃんの彼女だったり。違う。お似合いなのに。お前、いつから。ずっとです。ずっとって、あゆには内緒でお二人付き合っていたり。それはない。すごい相性、照れ隠しってやつかな。マジ違う。ほらほら、あゆは絶対お似合いだと思うのにな。いえいえ、こいつのようなイケメンで頭脳明晰なやつ、私とは全然釣り合わないですから。とりあえずまともな食事をするというのはどうでしょうか。はあ、いい食事をとることが元気の源となるのです。ちゃんと飯は食ってる。ピザとみたらし団子だけでまともな食事と言えますか。今度は僕がお前を救いたい。だからなして。お前が好きだから。はあ、それは何すか、恋とかでしょうか。ああ、恋だ。そんな真顔で言われても、好意を抱かれるようなことはなかった気がするんですが。29点だな。赤点じゃないですか。 PV だけで採点のやり直しをお願いします。なら80点。はあ、よかったですね。やったー、ゆさり嬉しい。19点まで下がりました。はははは、
ユサさんがバカみたいになってるじゃないですか。私なりの責任の取り方だったのではないですか。でも僕は救われた。で、そこからどう転べば恋に発展するのやら全く理解できませんが。恋に理屈なんて必要あるか。なんと、それを理由に挙げたのはそっちだろ。アイドルがこんなことするか。この唾液どうするか悩む。引くな。あれ、この子も可愛いよ。ユサリンと同じアイドルとか、なんかの番組の収録かも。でもユサリン高校生じゃん。能力者を救ってもう一度会えること、その時私たちは恋人同士になりましょう。僕を買いかぶりすぎじゃないか。だからこそですよ。本当にやり遂げたら無条件で私は音坂優という存在を愛おしく思うでしょう。不安だ、不安だらけだ。でもやるしかないんだ。僕にしかなせないことなんだから。じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃいませ。私はですね、あなたの恋人です。恋人？見覚えもないのに。傷つくな、思ってたより。僕は今君を悲しませた？そうですよ。楽しみだ。はい、全てはこれからです。そうなのです。これからは楽しいことだらけの人生にしていきましょう。